金丸釣り具店の石田です。先ほどですね、私はですね、茨城県中小企業家同友会水戸支部9月例会に参加してきました。こちらのですね、感想動画となっております。報告者はですね、宮門昭弘さん、株式会社上層代表取締役であられます。茨城県中小企業家同友会水戸支部会員さんでもあります。報告者の、ね、プロフィールなんですけども、1973年7月30日生まれで、茨城キリスト教学園高等学校筑波研究学園専門学校を卒業しまして、平成7年ですね、江東区の総合印刷会社に入社しまして、25歳の時にですね、現会長の父の独立を機にですね、戻ってきまして、平成17年のからですね、8年間、月刊さくらさくライフの編集長を務めまして、その後常務取締役を経まして、平成27年7月に代表取締役ということで、今は社長様ということですね。座右の銘はなせばなる、なせばならぬ何事もということで、高校受験の方にね、すごく、失敗されて、で、帰郷するまでの10年間ですね、ものすごい勢いでね、合コンとかパチンコとかいろいろこう遊び倒しまして、この期間を自身はみっくんの黒い歴史と呼んでいるということで、現在の趣味はですね、バイク、ぼっちツーリングということで、桜咲くさんのね、社長様のね、月刊桜苦悩と社長の奇跡ということで、報告者の苦労歴史と意外な魚種をヒントに日本一ということだったんですけども、桜咲くさんの、編集というのはこちらのものなんですね。こういうような感じのフリーペーパーのね、社長様の、ここで、2012年、このフリーペがすごい、月刊桜ライフが日本一にということで、春のアワード、ね、こちらの方の日本一にね、全国一になられた会社のフリーペーパーの、ね、社長様の報告でしたね。で、そうですね、編集者ということの、社長さんにね、最初はこの、なられて、下っ端の方からね、やられてたということなんですけども、今は社長さんということで、茨城のフリーペーパーはもう、自分がこう、その会社をやる前から5社ぐらいのね、やったところの、後からね、そういったフリーペーパーの会社を、立ち上げたところなので、他社にはない、ところですよね。という分野にこう、切り込んでいこうというふうなことでやっていったというふうな話をされてたんですけども、私がこう2つ、この報告を聞いてためになったなと思ったのは、源泉は自分にあるっていう話をされてまして、やっぱ自分の、悪いことが起こったっていうのも、やっぱりその自分自身と向き合ったりとか、あとはこの相手方に対応することによって、必ずこう、おのずと、トラブルは解決できるというようなことを、知り合いの社長様に、教えてもらったことによって、自分の中で、ちょっとトラブルがあったりとかした時に、自分で向き合えたっていうのが、人生観が変わったっていうことを聞いて、僕の中でもやっぱそういったトラブルがあった時に、自分の何がね、間違ってたかっていうのをこう、考えることで、道は開けるのかなっていうふうに思いましたね。あとは、すごく宮門さんの方で、ボケがね、やっぱりすごく大事だっていうことで、1日5回ね、社員と、ボケをね、考えたりとか、あとはその、そうですね、
その、まあ、プレゼンというか、そういう時の資料なんかにもね、ちょっと小ボケを入れて、和やかにね、することによって、こう、いい、まあ、コンテンツというか、まあ、社員さんなんかもね、距離が縮まったりとか、まあ、冗談がね、通じるんだなっていう風な部分の、まあ、コミュニケーションというか、うん、その接し方である程度、こう、まあ、ギクシャクとしたね、会社が前はあったみたいなんですよ。そういうふうなことを心がけることによって、そういう環境からこう出して、すごく明るい雰囲気になっていったというふうな話と、まあ、すごく人材に恵まれてたっていうふうなお話をされてたんですけども、やっぱそういう、宮門さんの、まあ、環境づくりっていうのがすごく、まあ、仕事とかっていうのがやりやすく、なって、結果的にその、まあ、信頼関係というか、ができたのかなっていうふうに思いましたね。うん。結構その、ある程度その黒履歴史ってことで結構遊び回ったその経験が、まあ、後々にそういった感じのその、まあ、自分がやっぱ楽しくない、まあ、記事とかっていうよりかは、やっぱりその、まあ、読者目線で、そうですね、まあ、20代、30代の女性に受けるようなね、記事にしていくってことで、まあ、女性なんかもね、2つなんかが大きいっていう話しますけど、やっぱりそういう、他にはない、コンテンツですね。まあ、合コンのね、企画、女性だけのね、合コンというか、その、スキーのツアーなんかはね、女性だけのツアーみたいなのをね、組んだりとか、やっぱり合コンの、まあ、そういったイベントなんかも、まあ、いち早く取り組まれたりとか、まあ、ラーメンの企画にしてもね、その茨城の、まあ、つくばとかね、ひたちなかの中で、まあ、100店舗ね、見つけるとかっていうことでね、ちょっと他の、まあ、フリーペーパーと、まあ、ちょっと、違った形の部分の得意性を出すっていうことに心がけてるっていうのがすごく、素晴らしいなということで、まあ、他社と違う、まあ、読者目線に立った、視点でですね、そういったコンテンツがすごく、受けていて、まあ、結果的には、広告も、やっぱり、良くなってたということで、やっぱ日本一のね、に輝いた、時なんかも、やっぱりそういった信頼感というか、そういった部分も、テレビなんかにもね、乗ったりとかっていうので、すごく信頼を得て、そこからやっぱり、ある程度、部数なんかも増えていったっていう部分と、あと、こちらの方にですね、日本 ABC 協会正式認定部数ってことでですね、もう、182,861 年ということで、まあ、発行部数の水増しのですね、表記を、まあ、有効的な PR をということで、まあ、ちょっと水増しをせずに、逆にこういう形で、その、ABC 協会さんのですね、正式な認定部数を、認定してもらって、ちゃんとうちではこういうふうな発行部数でやってますということで、広告の、部数なんかも水増しせずに自分でこう正直にやるというふうなあれもまあ、嘘をつかずにやっていくっていうこと、まあ、その宮川さん自身はそのまあ、嘘をつくほどまあ、頭がとかって言ってましたけど、そういったこの誠実なこう対応っていうのがやっぱり広告者そして読者にこう伝わってすごくいいフリーペーパーの会社になってるのかなと思いました。宮門さん、素敵な報告ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。